岡県久留米市北野駅付近、自転車屋さん V ロード修理の地です。今回は福岡県の久留米市北野駅付近で自転車屋さん V ロードを営む福岡県の元競輪選手57期の平木浩二さんにお話をお伺いしました。それではどうぞご覧ください。残ってるとか記憶に残ってるとか覚えてらっしゃるレースってありますか？はですね、慶応か記念に行ったんですね、はい、でその時初日は2着で準優は、はい、あの古川圭君もちょうどあの同じ福岡に移籍した頃だったんでですね、はい、で同じレースに走って、はい、で古川君は中断取ったんですね、はい、これでまくっていけばもしかしたら決勝乗れるかとか変な欲が出たんですね、はい、そしたら後ろの7番手から福島の金子雅人君が涼しそうにこうまくっていって、はい、でまあ僕は6着で古川君が7着だったかな。で最終日の順位決定で本当にこう選手の中で一番もう緊張したレースだと思うんですけども、はい、まあ九州ラインは私と井上重則さんと中野たっちゃん同じ佐賀のですね、はい、関東ラインが〇に戸部秀夫君、はい、もう一人誰だかちょっと忘れたんですけどですね、はい、で難関ラインが出口君がまあ自力で動いてた頃だったですかね、はい、で出口君がいて後ろに佐藤仁君とかついてたと思うんですけどですね、はい、でまあこの豪華メンバーで俺はどうすればいいんだってもう何もできるわけないだろうとか思ったらまあなんか前の日のコメントで井上さんが平木君を目標に頑張りますって言われたんですね。うえー俺は何ができるんだってもうこれは捨て身で先行しかないなもう先行する覚悟ではいたんですね、はい、でその時は自力だったんですか？その時はまあ一応自在に立ち回ってたんででも先行はあんまり多くなかったんでですほとんどやってないと思うんですね。マクリとかインネバリとかですねそういうのをやってたんですけどでやっぱこうその最終日のあの順位決定の日のウォーミングアップの時に今日の晩でもご飯食べようかとかっていう話をしたりとかしてですね、はい、で今度君がレースの話をして平木さん井上さんがついてるから今日は目いっぱい先行するんでしょって言うからもうバックがゴールと思って行かなきゃなんないよねって言ったらじゃあ俺は中断取ってまくりでいいかってあじゃあ僕もすんなり先行できるなと思ったんですね、はい、で、まあ、レースが始まりました、はい、でやっぱが前受けしてました、はい、で中段に出口くんのラインがいてで、まあ、九州ラインが後ろですね、はい、で赤番になって抑えに行きました、はい、で見ながらあ、引くかなと思って抑えに行ったらちょっとなんか突っ張るんですね、はい、ほらあ、突っ張って足を使わさせて出させるんだと思ってでまた行ったらこう突っ張るんですね俺だ入れろ出させろってでもうそっかもうずっと踏みっぱなしでもう永遠と2人で最終バックぐらいまで踏みっこですかねんでもうずまあ井上さんも一緒ついてる中野達也もついてるもうこれやめるにやめれないとでずっともう並走して4コーナーぐらいまでと並走してましたかねそしたらゴール後わーって行かれるのかなと思ったらなんか1人2人3人ぐらいって4着だったんですね。すごいですね。で井上さんが乗った井上さんでもないしゴール後井上さん何着だったかちょっと僕も聞けなかったんですけどですね、はい、でその時の1着はなんか戸部秀夫君とあとは出口君が2着だったのかなと佐藤仁君がいてでは、なんか5着から6着だったんですね、はい、まあなんかそれがなんかあのスター選手一緒に走ったなんか思い出でありなんか記憶に残ってるレースでしたね。壮絶なもがき合いなんですね。あに嘘をつかれてこれはどこまでか出したらいいですかねもう僕にはこう天下の井上さんがついてるのにどうして突っ張るんだと思いながらですね、はい、
途中で気が変わっちゃったんですか。ですかね。ちょっと逃がしたら満点井上さんたちみたいな。けど僕の選考も大したことはないからですね。そんなことないです。その展開で4着ってすごいです。いや本当。うん、でもやっぱなんかそりゃなんか思い出のレースですよね。まあ、着は関係なくですね。貴重なレースのお話ありがとうございます。平木さんが競輪選手になったきっかけを教えていただけないでしょうか。はい、僕は高校の時ラグビーやってたんですね。ラグビーを。ああで大学行ってラグビーをしようかなと思って日体大に行ったんですね。あ日体大に。はい。で日体大、まあ、1年浪人して日体大に行ったんですけども、はい、まあ、一応ラグビー部の練習を見に行ったんですね、はい、そしたらなんか耳がちぎれながらでもなんか練習しててなんかみんなもう自分の体よりか一回りも二回りもでかくてなんかもう岩石が走ってるような感じでこりゃ僕はラグビーできないなと思ってですね。そんな感じだったんですか。あ耳がちぎれながら、ちぎれながら、もうちぎれてもう血を流しながらのなんかみんななんかタックルしたりとか走ったりとかなんかしてたんでですね。これはなんか僕が入るようなクラブじゃないなと思って入りになって、はい、まあ大学生からできるって誰ができるかなと思って、まあ、自転車競技だったらもしかしたらできるかなと思ってこう自転車の同好会があったんで、はい、その自転車の同好会に入ったんですね。あ、そうなんですね。ああでいかがでしたか。部員もなんか5人ぐらいだったんで、はい、それはなんか面白そうだなと思って、でまあ自転車はなんか1台をなんかみんなでこう使い回すような感じでですね。でそれでこうまあじゃあ競輪場でちょっと乗ってみようっていうことになって競郭、はい、に行ったんですね。そしたら、まあ、私の師匠である小森さんが小森さん、まあ、練習してやって、はい、で、なんだお前ら何しに来たんだってなんかちょっと怒りっぽく言われて、いやすいません、あの日体大の自転車部なんですけど、おお、日体大か、俺も日体大なんだ、あそうなんですか、っていうところからこうちょっと小森さんと知り合って、選手面白いぞとか、まあ、お金たくさん入るぞとかってそういう話になってですね、その時も別に最初に選手になろうとは思わなかったんですけど、やっぱり2年3年生になっていくごとに、ああ選手面白そうだなということで、ちょっとこう選手になりたいんですけどって小森さんにそこにこう弟子入りさせていただいたんですね。あそれは何年生の時だったんですか。ですね、3年生の終わりですかね。でそれで大学行きながらじゃあ難しいから休学かなんかした方がいいぞって言って休学して小森さんとこう、はい、ともう一人こう、まあ、兄弟子で59期の山崎くん、山崎久美くんもいるんですけども、はい、小森さんと山崎くんと3人で練習しました。どんな練習してたんですか。やっぱりこう長乗りですよね。長乗りして130キロぐらい乗りましたかね。じゃあ来る日も来る日も、はい、乗り込み乗り込みですよ。すぐ受かったんですか。でそうですね、休学してその年の11月の試験で受かりましたね。すごいですね。でまたこう競輪学校がまた翌年の5月か4月ぐらい入学だったんで、はい、1年競輪学校に行って、はい、でとまた大学復学しました。あそうなんですか。ああすごいですね。あでじゃあ無事卒業されて、はい、ああでも卒業したって結局何も生かされることはなかったですね。そんなことないですけど。でも57期といったら坂本勤さんを筆頭に波形和夫さんとか、あもう強い人ばっかりでしたよ。あいかがでしたか競輪学校生活。いやあでも競輪学校はまあ訓練とか別にしてやっぱ楽しかったですよね。まあ僕もこうあの寮にいたんで、日体大の寮にいたんでやっぱ先輩とか厳しかったんですね。だからもうとにかくやっぱ叩かれたりとかいろいろされたんで、まあ競輪学校の生活も全然楽しかったです。あそういえばあの上田さんがあの相撲部が相撲部の合宿場であのもういやひどかったってその深くは聞かなかったんですけども大学のちょっと寮生活って経験したことがないんですけども、そんなにやっぱ厳しい。そうですね、やっぱ1年の時はこう本当奴隷ですよ。で2年生が平民で3年生4年生が神様なんでですね、はい、もう奴隷は動かなきゃいけないんですよ。あそういう感じなんですね。ああ
でやっぱこう3年生4年生の身の回りのことをやったりとかですね、はい、でやっぱ意地悪とかもされるんですよね。もう俺は眠くなったから開きマッサージ頼むよとか20分から30分ぐらいで終わるのかなとか思ったらやっぱ腕が疲れてくるんですね、はい、でやめるとまだいいっては言ってないぞってね。まあ、でそれでどれぐらいその後3時間ぐらいやったんですかね。ただやっぱその先輩も味を占めて暇さえあれば開け開けマッサージ頼むとか言われてですね、まあでもそういうのもあってやっぱちょっとマッサージも上手になったりとかですね、全く無駄ではなかったですよね。じゃあ大変な寮生活の後の競輪学校は全然楽でした。ちなみに同部屋の方ってどなたなんですか。はですね、佐々木達也くんと、はい、波形くん。あ、そうだったんですね。だからこう一緒に主練したりとかですね、はい、もしたんですけど、はい、やっぱり波形くんも強かったし佐々木くんも強かったし、はい、波形くんは在校成績5位か6位ぐらいやったですかね。で佐々木くんも10位ぐらいだったと思うんですけどですね。ジャキさんは僕は全然論外ですけどですね。でもジャキさん S 級長くてずっと強かったイメージがあるよね。在校成績24位か5位ぐらいだったんですかね。あでもあれですよね、57期生の時って120人ぐらいいる。そうですね。でもやっぱりこう自分よりか後ろの人もやっぱ S 級に上がってたし、で僕は結構なんか時間かかったんですね。あ、そうなんですか。なかなか僕も怪我が多くて頻繁に休んだりはしなかったんですけど、やっぱちょっと怪我が多かったですよね。競輪選手の宿命って。そうですね。でまあ24デビューで、まあ、元々実家が福岡だったんでですね。あ、そうなんですか。まあ、30ぐらいの時に移籍しましたかね、福岡の方にですね。東京から。はい。でやっぱこう環境が変わったらやっぱちょっとまたさらになんかやる気が出てですね。そしたらなんかこう点数もまた取れるようになってきて、でもやっぱそれでもやっぱ34の時に S 級に初めて上がりましたね。え、そうなんですか。ああ、遅かったい。ああ、もっと早い時期かと思ってました。やっぱこう青春になったから S 級に上がりたいっていうのもあったから、まあ一応第一段階こうクリアしてですね、はい、でもそれからもっと上をとかって思ってたけど、なかなかそこの壁が厚くてですね、はい、人が向けることはできなかったですね。 S 級の初戦とかってどんな感じだったか覚えてらっしゃいますか。 S 級初戦はですね、岸和田だったんですね、はい、で中竹君も同期で同じレースだったんですね、はい、中竹君は本命背負ってて、で中竹君はなんかすんなり番手回って1着、僕は中割って2着だったですかね。すごいですね、初戦で。ただなんか嬉しかったですよね、なんかこう連に絡んでですね。そうですよね。平木浩二さん、大変貴重なお話をありがとうございました。いつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。次回もぜひお楽しみください。